皆さん見てください、これ。はい、今日は年末2022年12月31日ということで、1年間ね頑張った自分にご褒美ということで、ボーナスを削ってまでこの2723円の黒毛和牛 A5 肩ロース薄切り買ってきました。これをね食べながらちょっと1年振り返ってみたいと思います。はい、すき焼きを作っていきましょう。なんて言ったっけ。できました。やばいや、これはやばいですよ。さて、でご飯 1.5 個、全然食べれる。なんか価格ミスってない？このね、最初に食べる肉が最高に美味しいんですよ、すき焼きって。これいただきます。うまっ。やばい、ちょっとこれめっちゃうまい。なんかね、1年間頑張ってきた自分が喜んでるのがすごいわかる。めっちゃありがとう、食べさせてくれてありがとう。ええー、よええー、よ、ボーナス余ったけどね。まあこれ食べて来年も頑張っていこうや。だからさ、みんなもさ、せめて年末年始ぐらいにはさ、ちょっと頑張った自分をいたわってあげてよ。で、このね、この染みまくった舞茸がね、うまっ。ちょっと待って、本当に美味しい。昨日昼キムチ鍋食ってさ、おやつにまた揚げパンあんこ餅食べちゃったからさ、それ以来食ってねえんだよ。晩ご飯お腹空いてなくて。で、だからね、約24時間ぶりの飯、めちゃめちゃ美味しい。うまっ。じゃあ食べることに没頭していいですか？っていうわけにもいかないね、動画だしね。そうなんです、大晦日ちょっと何しよう、なんか動画撮りたいなと思って。大晦日せっかくだし、ちょっと今年1年振り返ってみるんですけど、やっぱあれっすね、インスタで今固定で上げてるチャンネル登録お願いしますってやつ、あの時はねまだ2000人ぐらいだったんですよ、本当に。で、今3万人いったんですけど、ありがとうございます。で、何を落としたんだっけ。で、ちょうど11月、あの実家帰る、あの7連休もらって実家帰る予定で、その時にもうあまりにも本当に伸びなかったから、ちょっと振り切ってショート動画1本だけに毎日ちょっと投稿してみようってなって、でそれがもう当たったよね、ありがたいことに。ショート動画がもうめちゃくちゃ当たって、平気でもうショート動画で1万再生なんて全然いかなかったのに、平気で1万再生いくようになって、でそっから伸びたね、ありがとう本当に。それはマジで嬉しかった。で、結構さ、自分みたいな格好してるとやっぱり結構賛否両論すごいばっくり分かれるわけよ。否定的な意見結構めちゃくちゃ来るだろうなと思ってちょっと覚悟してたんだけど、意外となんかその賛成派というか、結構自分のファッションに対してポジティブな意見がめちゃめちゃ多くて、それもやっぱり本当にめちゃめちゃ嬉しかった。やっぱファッションをさ、否定されるとなんか人格否定ばりに傷つくっていうのたまに聞くじゃん。うまっ。最初それ聞いた時はさ、そんな大げさなことじゃなくないっていう感じだったんよ。でも今ならわかる。ここまでって言うとあれだけど、ここまでのめり込むとそれを言ってることはすごいよくわかる。だから逆にその賛否両論ばっくり分かれるファッションしてるからこそ、逆にそれを肯定してくれた人たちはすごいめちゃめちゃ嬉しい。だから結構ね、働いてる時もなんかやっぱり服の規制がすごい激しかったところで働いてたから、なんか自分がこれしたいっていうリミッター解除した格好を結構否定されることが多くて、まあ自分がダメなんじゃけどね、本当はその枠組みに入んないといけなかったんだけど、やっぱそれだとね、ちょっとなんか物足りなくて。で、ちょうど前働いてたところも今すごい変わって、コロナになって SNS とか絶対やらないところだったのに SNS もやってるし、結構すごいそういったところでは変わってきたなと思ってるね。すごいよね、コロナの影響。だから今はね、色を出したもん勝ちなんすよ、ほんと。うまっ。これもいつ伸びなくなるか分かんないからね、その不安との戦いよ、いつも。やばい、ほんとに美味しい。いや、でもほんとに1万人登録者行くまで多分だいぶ先だろうなって思ってたけど、11月から伸び始めてほんとに3万人バッて伸びたから、いや嬉しかったな。でもなんか認められてないと思ってた自分がこう受け入れられた瞬間ってやっぱりね、もう本当に大感謝ですよね。めちゃめちゃ嬉しかったな、本当。これをね、維持し続けないとね、この勢いを本当に右肩上がりでこうちゃんと持っていかないと、この伸びたのを無駄にしたくない。
いや、すき焼き食べてたら思うんだけどさ、やっぱこの令和のこの時代に生まれてよかったわ。生まれは平成なんですけど、この令和の今を生きててよかったって思って。中学の歴史の授業で学んだんじゃけどさ、すき焼き、まあ、いわゆる牛鍋ってさ、なんか本当に一般市民は食べられないような高級食材だったらしくて、でもなんか今一般市民でもなんか牛鍋すき焼きが食べられるこの時代に生まれててマジでよかったなってすげえ思う。だって美味しいもん。取り締めできる肉なんて最高よ。肉足んないだろうなって思って2枚にしたけど、5枚中ね、意外と2枚で十分かも。すき焼きは絶対2回やるって決めてるんですよ。ま、何を言ったっけ、何を言おうとしたっけ、なんか画角ずれてない。いや、ちょっと食べることに没頭した、本当に。ちょっと今からテレビ見ながらすき焼き食べます。ちょっとね、こういう感じの動画でしたけど、ちょっと2022年11月か11月ですごい伸びて本当にありがとうございます。ちょっと感謝のお礼の言葉をね言いたかったんで、ちょっと撮らせていただきました。これからもね、ぜひぜひちょっと横チルドレンのことも2023年よろしくお願いします。皆さんもぜひ1年の最後には自分をいたわってあげてください。1年間頑張った自分を、はい、頑張ったねっていたわってあげてください。で、だから2023年もね、お仕事なり学校なり恋愛なり習い事なりヒップホップなりラップなり練習なり、みんないろいろやることあると思いますがね、頑張っていきましょう。ではまた大丈夫かな、こんな動画で。ありがとうございました。2023年もよろしくお願いします。